傾斜なりっていうことでいうとやっぱりインサイドアウトになるので、はい、やっぱり少し右を狙う、なんでターゲットこのまっすぐに対して少しスタンス全体的に右を向く。で軽くドローボールが出ればもう一旦このライドボールの位置は、ボールの位置はもう通常と一緒ですね。通常と一緒です。でちょっとコンパクトな傾斜がきついなと思った場合は少しボールの位置がコンパクトなスイングになる分だけボールの位置は少し真ん中より右寄りになる。それでこの傾斜だったらどうですか、グリップはそんなに短く持たなくてもいいで打てるぐらいな感じ。ちょっと短く持ちたい感じですよね。そうですよね。なんで2フィンガーぐらい、はいはい、短く持ってもらって、はいはい、打ちましょうか。うん、やっぱり全然問題ないという感じですかね。少し右を右寄りの方がでも打ちやすいですかね。そうですね、あの右を向く分だけボールの位置も全体的に少し右に寄ってくるの で、ね、やっぱり左に置くのは絶対ダメですね、うんうん、ちょっと真ん中寄りというか。そうですね。ああこれいい球ですね。あれ今の少しこうドローボールなってるのが、ね、はい、ちょうどこのライ的に、はい、まあ、一番いい球になるので、うん、これはあのスミリさんの場合はこの練習はあんまりいらなくて、あの左足下がりをむしろやってもらいたいんですけど、あのどうしてもやっぱりカット軌道スライスボールが直らないとか、あのどうしてもこう球がつかまりづらい人なんていうのはこの練習やっていただくと、はい、もう効果が高いね。まあ、特にやっぱり90切りのアマチュアゴルファー、はい、90切りを狙っているアマチュアゴルファーの方はやっぱりドライバー捕まらないっていう悩みの方多いと思うんで、はい、あのそういう方はこういう練習をしていただくといいので、はいはい、ぜひこれやっていただきたいと思います、はいはい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。